石橋ボタルは日本の元女性アイドルでスーパーガールズの元メンバー。京都府京都市出身。2019年12月31日までエーベックスマネジメントに所属。愛称はホタル。2015年エーベックス主催のオーディションに応募。合格には至らなかったが、そのポテンシャルとキャラクターが着目され、同心人開発部門と、 エーベックスヴァンガードより育成契約の誘いを受けて契約。その後レッスンを続ける。2016年初頭、アイドルストリート RE、リバースロードに伴い新加入メンバーを審査するオーディションがエーベックス内で内々に開催される。その際スタッフよりオーディションへの応募を勧められ、当該オーディションに合格。スーパーガールズの3期メンバーとして加入が決定した。 同年6月25日、東京で開催された、アイドルストリートカーニバル2016ロックス、アニバーサリー RE、リバースロードで、スーパーガールズ第3章3期メンバーとして、加入することが発表され、お披露目された。グループ活動のほか、2017年12月15日、も月美優、関口なほと共に、期間限定アイドルユニット、緑だって弾けたいへの参加が発表された。 2018年4月4日には、テレビ朝日の番組情報を SNS で発信する、テレ朝公式ウォッチガールへの就任が発表された。また、同年7月14日発売の、週刊ヤングマガジン第33号の刊末に、自身初となるソログラビアが4ページにわたり掲載された。同年11月1日には、ショールームで開催された。 ライスフォースイメージタレントオーディションでグランプリを獲得するなど、個人としての活動の幅を広げている。2019年9月4日、適応障害のため活動を休止することが公式ホームページで発表された。同年春頃より自覚症状が出始め、8月に病院で検査をして判明したもので、回復を最優先とした結果である。 2019年12月30日、心身ともに徐々に回復をしてはきているものの、これまで通りのペースで芸能活動を続けることは難しいということ。スーパーガールズのメンバーになってからグループ活動と学業を両立しながら大学進学を目指していたが、芸能活動を終了し学業に専念したいという本人の申し出があったことを理由として12月31日をもって、 スーパーガールズを卒業し、合わせて事務所との契約と芸能活動を終了することが発表された。スーパーガールズでのイメージカラーはフェアリーグリーン。いわゆる第4章の始まりを機に、クマクチ C63M7Y40K0RGBGR93G181B166 に若干の色修正がなされた。公式ニックネームはホタル。 他、本人は、ーちゃん等を用いることもある。家族構成は父、母、弟、ナッツシームの6人家族で、京都出身。ホタルの名前は、みんなが暗くて落ち込んでいる時に、ホタルのように光って、みんなを明るくするような子になるように、自らの力で輝けるように、との思いで両親がつけた。年初頭、エベックスとの育成契約中に、スタッフに声をかけられ、 内部オーディションに合格。スパガは、加入前より、前島亜美を、ツイッターでフォローをしており、アニメが好きでこんなに可愛くて歌って踊れる存在に、憧れたと本人はインタビューで語っている。オーディション合格の翌日には同期加入メンバー、目立つようにとのコメントを述べている。趣味は、イラストや絵を描くこと。多数の自作イラストが、ブログ上で公開されている。 生まれたばかりの頃から絵描きに親しみ、小学生時代には画塾経験もあった。将来の夢もイラストアニメ関連の仕事に携わることとしている。好きなアイドルはデンパクミ、インク。最新アルバムは毎日聴き、いつもイントロで泣いている。また、先輩の浅川里奈に連れられてライブを初めて観覧した時、感動のあまり号泣しながら応援するほどの 熱狂的ファンである。好きなアニメは、ハイキュー。もともとバレー部の経験もあったことから、マネージャーのようにすごく応援をしたくなり好きになった。ハイキュー。から派生し、声優や2.5次元、舞台も好きになったとしている。8月19日は、仙台を舞台とした、ハイキュー、の日である。2016年の同日に、スーパーガールズ新メンバー夏の強化合宿。 ウイジンも同じ仙台で開催されていたが、配給の日に配給っぽいことをできなくて、残念。会場のアニメートにもキャラクター等身大パネルがあったのに、いいとオタク気質全開にして悔しさを滲ませている。なお、バレー部以外に吹奏楽部の経験もあり、メンバーである渡辺光のツイッターでドラム演奏という意外な特技も紹介された。 2017年4月7日の誕生日には横浜で開催された森永乳業プレゼンツスーパーガールズ3期メンバーライブツアー修行中において本人のドラム演奏が披露された。またアイドルストリート統括プロデューサーの樋口達夫氏がそのスタッフブログ上ですごく覚えが早く正直びっくりとしている通り加入発表から2日月足らずで30曲くらい覚えた。 と本人は述べている。加入人のトレーナーとしては、先輩メンバーである田中美玲が着任したことが、ラジオで明らかにされている。ありがとうございます。